皆様おはようございます、こんにちは、こんばんは。今日は約束の Never 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 Land の2期の7話でございます。今日はノーマ何してんだみたいなことになりそうなんですけど、逆においエマ何してんだになるのかな、ちょっと意味深なのかな、よくわかんないですけど、とりあえず入っていきましょう。 Let's go。 パラポポポドドドブルドドドドドドパラパパン、あのドラムで、ドラムのイントロがパラパラポポポポ、エレキでした。もう超リズム乗れるなこの OP。 シーンはマジグロいけど、みんな消えていっちゃってんな、なんな。でもエマってほんと優しいやつだよね。この鬼たちめっちゃ我々を食ってんのに、それでも全滅させたくないっていう気持ちもあるよね。でもちょい待って、今の OP で気づいたんだけど、ノーマンたちで出てたんだよね OP に。なんで今更気づくんだよ、普通にいるし OP に。え、出てた今まで、出てて気づかなかった。であれだったんだよね、前回のあれどういうことのところは、ノーマンはあのソンジたち一回会ってたんだよね。会ってたのか話だけは聞いてるのかよくわからないんだけど、あのソンジたちの話についてはもう少し知ることになりそうだね。あ、まだ生きてる二人、まだ大丈夫そうやな、この二人。ジャケツの少女ね、なんだろう、ハーフなの？やっぱり話聞いただけなんだ。もう超昔やん。はあ、彼女はわずかな血のみでその力を他者に伝染させることができた。あ、なるほど。彼女の血を飲むだけでその鬼は同じ体質を手にできたんだ。じゃあもう一人の鬼もそうなのか。その血を得た鬼もまた同様の力を得た。それって人を食べなくても滅びない鬼を増やすことができたってことか。それは彼女の力をみんなで分け合って、ノーマン、いいと思ってるか悪いと思ってるか。全員食べたんや。生きてるぞ。王様とかいるんや。私よくわかんないんだけど、なんで王や貴族たちはムジカの仲間を食べちゃったの？彼女の血をその力を恐れたからさ。でもなんで食べるのか。邪魔だったから。支配者が、まあ秩序のためには人間の供給を握れれば、いつ誰にどれだけ肉を与えるかで意図的な格差を作れる。まあそうだよね。この世界を好きに支配できるだろう。だから捕らえて殺して独占した、そういうことじゃね。なんなら千年前の約束も人間との戦いどうこうって以上に自分たちで人肉を管理統制できる方がいろいろと都合がいいってことだったのかも。まあ結構リアル的な話ですね。だね。エマショック。嘘。その孫女と無事、彼らは退化した鬼を人型に戻す力を持っている。僕らの計画において極めて不確定な危険要素だ。まあそうだよね。殺すな。
マムたちだ。ムジカは大丈夫だよ。友達なの、恩人なの。殺すなんてやだ。エマ。でも彼らも鬼なんだよ。僕らが鬼を滅ぼすのを黙って見ていると思う。許せると思う。じゃあ絶滅させなければいい。来たー。困ったもんですね。できるんでしょ。ムジカの血があったら。でも超難しいじゃん。王や貴族の血でも人を食べなくてもいい体にできるんでしょ。だったらもう争わなくてもいい。王たちや農園を管理してる鬼たちだけ権力の座から下ろせば。ダメなんだよ、エマ。必要がなくても食べたければ襲ってくる。でしょうね。人間だってそうじゃないか。ね、別にしか、私を食べるなと言われて、うん、はい、分かったと我慢できる、だよね。同じ我慢を強いられる。無理だよね。情けをかけて食欲を抑えてくれると思う。食料の僕らなんかに。じゃあ人間の世界へ逃げようよ。ミネルバさんが言ってた人間の世界。鬼から人間は奪うけど、絶滅させるよりずっといい。シェルターで聞いたの。人間の世界がある座標。その座標はもう使えない。どうした？え、新しいペンがある。スミーって誰や？その座標が示すのは、かつて行き来ができた門があった場所。おお。そのための装置はすでに農園によって破壊されている。わお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 。他に道は？人間の世界へ行く道はもうないの？いや。行き来の門は残されてはいる。うん。そこに？逆に？なぜ？苦労して逃げ出してきた場所に出口があるなんてな。ね。でもそれなら好都合でしょ。まあ残り何人もいるからな。連れて行きたいやつら。危険すぎる。それだけじゃない。仮に突破できても人間の世界が僕たちを受け入れてくれる。うん。追い返される可能性もあるからね。ミネルバさんは、ミネルバはもういない。支援者もすべて殺された。鬼にではなく人間にだ。鬼も人間も自分たちの利益のためならどんな残虐な。だって人間たち、拳銃持ってる人間たちいたよね。絶対人間の世界から来てんだもんね。そんな不確実な道よりこの世界に人間の生きる場所を作るべきだ。断言する。言ってることすごい正論だけど。確かに当番の計画も確実だ。その通りだよ。でも全滅するの嫌やな。私はもうきっと笑えない。確実だからって殺して解決で終わらせてそれでいいの？殺さなくてもいい道もちゃんとあるのに、罪のない子供たちまで殺戮してそれでいいの？私はどうしたってそうは思えない。不確実だけどわずかでも双方生き残る道があるのならその道にかけて進もうよ。もし確実な道だけ選んでたら私たち脱獄なんてしてないよ。結果僕は出荷された。それはお前が勝手に。食用児を救うには間違えるわけにはいかない。これが正しいんだ。まあ何を焦ってる。焦るよね。この神殿で待っていてくれ。おい、ノーマン、まだまだ何か情報分かってるよね。ノーマン、また一人で遠くに行っちゃう。やだよ、そんなの嫌。一緒に行こうやって話だよな。なんかすごい問い詰めるな。辛くないの？わお、わおわおわお、辛くないと。それが僕の望む未来だ。どうだろうか。うさんくさいな。分かった。取引しよう。ん？私、孫女と。ちょっと汗かいてるしね。ノーマン。話せばいいもん。鬼を絶滅させるのはやめて。
かあればその間に見つけてくる。ほんまかいな、すげえな。鬼かいで3日で探す、無理すぎるだろ。そりゃそうやな。その5日間の間は子供たちを誰が面倒見る？おお、こいつ手が伸びるやつだっけ？え、伸びるっていうかピュッ、俺殺したやつか。なんか腕伸びるように見えたんだけど、それは俺の記憶違いでしょうね。5日間本当に待つか？5日間本当に待つか。ノーマンって何焦ってたのか。なんかボス、ボス、最終実験の結果を記録した。期待通りの効果だ。やばい、あいつらの話何だったか。鬼は絶滅させたくないって。びっくりするよね。何これ？うわ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 。だからあいつは鬼を殺したくない。なんでだよ。もうこんな女イカれてんな。わかるけど、フルムシやな。うわ、こんなに薬飲まないとあかんか。どんどんこいつらやばい状況になっていってるんだね。なのに5日間待つって言ったよね。まあ人間だってやるよ。マジで人間同士でもひどいことするから、そんな風に考えるとキリがないよ。エマとレイと話してさ、アメザレごとにはヘドが出るがよ。マジでいいやつだってのは分かったよ。ボスの兄弟だもんな。けど、だけどさ、ボスはこっち側だよな。ボスはボスだよな。迷ってなんかないよな。ノーマンちゃんがボスってのはちょっとまだウケるんだけど、雰囲気が。ノーマンってほんと困るよね。超頼られてる存在として。あんたらそんな、どうだろうか。今はそう言えてるけど、誰？めちゃめちゃでかいし怖いな。これ王様の地位でも持ってんのかな、こいつ。だったらでもでかいし王様とかじゃないの？わかんない。腹減ったな。下にいたな。ノーマンたち。
考えてたんだ。普通に暮らす町の鬼、子供とか赤ちゃんとか、あのおじいさんの鬼だって。まあいるよね。全員殺していいのかなって。食べられちゃうのは嫌だけど、鬼たちも食べないと生きていけない。なら鬼も私たちと一緒じゃないのかな。わお、わかったか。一緒なんですよね。食料を断ち、退化させて、仲間同士、家族同士を殺し合わせて絶滅させるなんて、どれだけの恐怖と憎しみを生み出すのか。でもまあ最後的に人間様が勝ってたら人間は喜ぶっていう話じゃないですか。私はできるなら殺したくないし、私以外にも殺させたくない。ソンジュやムジカも殺すのかって話になるしな。絶滅を止める、これが本当に正しいのかわからないけれど、後悔しない未来を選び、あとノーマンはちゃんと守るかどうかっていうのも怪しいけど、ノーマンたちはこの仕込みのために超頑張ってるじゃん。でっかい鬼も持ってるし、それ間違いないよ。間違いない。許すんかい。音楽変わったよ。みんな協力する音楽だ。悔いのない選択。今までも俺たちそうやってきたしな。それに止めてもどうせ聞かねえんだろうし。でももうこれでエマは危険な目に遭わなくて済むと思ったのに。いや、エマは必ず自ら手をにちょっとつも惜しいんだ。心配かけてばっかりで。行っちゃうんやな、ソンジ立ち会いに。それにね、もうノーマンに自分を殺させたくないんだ。ノーマン？ああ、あいつはまた同じことをしようとしている。今も私たちの自己犠牲ってやつか。肩をつけようとしてる。俺もエマも納得していない。あいつの出荷ありきの脱獄。全然成功じゃない。みんな頑張ったし、まだ終わってもいないけど、私たちにとってはノーマンを行かせてしまった時点で、あの脱獄は本当の成功じゃないんだよ。同じ思いを二度もしたくない、させたくもない。今度こそやってみなきゃわからんってことをノーマンに証明したいの。まったく相変わらずだな、ノーマンは。少しは俺たちを信用しろっての。そう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 だ、ノーマン何してんだ。脱獄できたかもしれぬって認めさせなきゃな。それな、ノーマン何してんや。力を貸して一緒に探してくれないかな。ちょっと我々ダチたちを信じてくれよ。どう、お前も来てくれ。お、頼りのドンか。そして内通者と思われたこの子。おい、でもさ、背の高い子供たちばっかり来たら、背の低いやつらどうなんの？5日間。大丈夫かな？それな。トリが食べたいってやつ。それを考えたんですね、二人とも。絶対見つけてくるからな。頼んだよ、気をつけてね。こっちはしっかり留守番しとくからな。ハウスの無線も僕たちで聞いておくから。はいよ。おお、任せたぜ。しかしママはまだ探し出してんだろ、マザー。そんな簡単な話で済むのだろうか。あとノーマンにも絶対に実験されたんだろうな。実験されてないとか言ったけど、副作用とかあるでしょうね。やっぱりそうだ。いやー、
寿命限られてんだろうな。ごめん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 ベイベー。あ、いやー困るよなー、ほんまに。ノーマンはその後にどうなったのか、これで見るのか。しかしこの子供たちのこの服装って結構かわいい。昔のロンドン時代に硬い。お、行かないんや。その部屋の中には、こんばんは、はじめまして、ノーマン。誰？え、誰？誰？こんばんは。はじめまして、ノーマン。僕ちんは、これからノーマンと仲良くしたいなと思っております。これからどうしますか？緑茶でもいかがでしょうか？ちょっとね、実は今ちょうどいいもの宇治から仕入れてね。宇治知らんか？あと人間界の方にはまあ日本中ところにあるんですけど、いやでもね、ちょっと考えてみ、世界の半分が人間と鬼で分かれちゃいました。バカッと分かれちゃいました。もうどう考えてもこの世界って俺たちの世界のなんか、まあ分かんないけどよ、鬼でどっから来てんのかも分かんないけど、とりあえずでもまあ同じ世界に住んでたとして、だったらまあ俺たちの住んでる地球であれば、どの半分が鬼の半分だった？ヨーロッパを中央と考えるときに、それ西なのか、その東なのか、それかヨーロッパエミア言ったらヨーロッパ、ミドルイースト、アフリカが全部鬼のところになったのか、どうでしょうかね。それもちょっと気になるトピックスだと思います。皆さん、このエピソードでは、まあ、シークレットがどん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 増えてきたし、ノーマン何が起こった、ノーマン何されたのかっていうのをもう少しだけ、もう少しだけ情報あったし、まあ、ソンジュとムジカを見つけ出すっていう話についても分かったんですけど、また結構スローなエピソードだなと思ってるし、そろそろはペースアップでもしてもいいんじゃないかなと思うんですけど、2期がやっぱまた1クールで終わってしまえば、もうそろそろだよ、もう7話やで、続きが気になります。ではではでは、皆様ご視聴ありがとうございました。そして Until next time, goodbye、 おおきに。